どうした？今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで、今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄や神室町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。はあ、一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば、一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって。何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村ユミさんですね。沢村遥の母親。あなたにとっては最愛の女性。七荒ヒル記念協会。ん？ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きた由美が憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに贈ることができたプレゼントだ。キリュウさんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。アイスとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。キリュウさん。やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。オウミの極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと会わせることだけはできません。ああ、よく分かってる。